抜け人カムイに対する追っ手は次々と現れた。その一人忍者コノマはかえってカムイに命を助けられ、忍びの世界から抜け出そうと試みるのであった。冷酷無比な丹波の天神はこれを激怒して二人を追った。だが黒い馬を操るカムイの術に陥り、断崖から転落してしまった。あの崖から落ちたのじゃ、いくら天神様でも助かるまいき。それにしてもカムイというやつ、恐ろしいやつじゃ。噂以上の男よ。ともかくこの谷間から運び出さなくては。おお、どうした、生きておるのか。よかった、まだまだ脈がある、助かるかもしれん。もうダメだ、とても助からん。ひでえことしやがるだ、牛が死んでは百姓はできねえだ。おお、なんとこもだ、鳥小屋は乱されるし、畑もめちゃくちゃだ。おお、一体誰がこんなことしやがったんだ。あいつだ、あいつに違いない。全てやった、あとは体力だけじゃ。風前の灯火、そう思われた天神の命だが、恐るべき体力で奇跡的に持ちこたえているのであった。不気味な、大頭様、丹波の天神はカムイを打ち損じて生死の境にあります。日頃大口を叩き割ってバカなやつ。では肩をつけますか。マジ、やつも今度は必死になる。しばらく様子を見る。カムイとはそれほどの男なのですか。余計な詮索は許さん。お前は天神を見張っていればよいのじゃ。は、申し訳ありません。どうした、体に触ります。黙れ、貴様らはこんなところで何をぼやぼやしておるのだ。お、小頭の身を案じまして。余計なことだ、カムイを上、このままだ。いけません、その体ではやがましい。ひととき遅れればそれだけ奴らは遠くへ行くのだ。急げ。カムイのやつ、今度こそ必ず息の根を止めてくれるわ。捕まるような鬼松様だと思ってるべ。小頭、カムイの足取りが分かりましたぞ。何して、奴はどこにおる。
この先の人里で見かけたものがあります。このままどうした。すでに他の者が追っております。そうか、二人の命もこれまでだな。気のせいか。カムイか。お主も感じている通り、俺に殺意はない。何の用だ。どうしてもわからん。一つだけ聞きたい。忍びの天才と言われたお主がなぜ抜けた。何故忍びの世界から抜けたのだ。お主ほどの腕なら小頭にもなれる。この世界でいくらでも出世できるではないか。では聞くが、お主は誰のために働いておる。大頭様だ。その大頭を動かす者は。領主だ。大名だ。何がおかしい。お主の言う通りなら、忍者など所詮領主どもの操り人形に過ぎん。それを承知で忍びの世界で出世しようなどと思うのなら、俺が抜けた理由などわかるわけがない。妙な男だ。一体何を考えているのか、さっぱりわからん。あのやつだが必ず見つけ出してやる。いたぞー。捕まえろー。こらーの力だ。あれもこの力だ。力だ。力だ。くそーん。こうするけども、この俺様が怪我したのにつけ込みやがって言ってきよ。鬼松観念しろ。運のために村中がどれだけひどい目に遭わされたことか。やがましい。俺は一体どうしようってんだい。死んでもらう。お代官から許可を得ておる。確かに俺はならずもんよ。嫌われもんだ。だがうぬらも役人と来るんなって人殺しになり下がったな。吊るせ。うぬら後悔するなよ。じゃあ先に地獄で待ってるからな。わめくがいい。どうせ一家ほどの命じゃ。どいつもこいつも大官人拒まずりやがって。ひどく降ってきたな。風も出てきた。しぶといやつだからな。少しは骨身に固定だが。おい百姓。え、なんだあれは。村のならず者でして。いいえ、人の牛を殺す、畑は荒らす、しつけはするで、もう村の嫌われ者でして。それで逆さ釣りか。
百姓にも百姓の掟があるらしい。いずこの世界も同じだ。よし、行け。奴らがこの一帯に潜んでいるのは確かです。あとは時間の問題だ。知恵はっ輪を次第に縮めていく。蛇がネズミを締めるようにな。だその時が見ものよ。だが簡単に殺してしまっては腹の虫が収まらん。息の根を止める前に逆さ釣りも一興だな。逃げ切れない。カムイはどうしてるかな。やっぱりこうやって逃げてるのかな。そうだ、カムイと一緒なら逃げられるかもしれない。見つけ出して頼んでみよう。間違いない。誰だ。俺だ、カムイ、コルマだ。よく見つけたな。何の用だ。お願いだ。俺一人じゃ到底逃げ切れない。仲間にしてくれ。断る。そんな殺生な。カムイ頼む、仲間にしてくれ。詰めたな。他に出口はない。まさに袋のネズミというところだ。カムイ、今度は逃がさんぞ。この丹波の天神、この間思わぬ不覚を取ったが。必ず討ち取ってくれるわ。お願いだ、カムイ頼む。うさい。おう、この前だ。くそ。
この間のやつ。ほっ、馬だ。馬だ、ここだ。カムイだ。くそ、またしても暴れ馬で誘う気だ。どうした、どうした。バカ者、二の舞を吹雪か。馬だ、馬を止めるんだ。そのざまは、この前と同じ手でやられるなんて、うぬらそれでも忍びか。申し訳ありません。まあいい、わしも手こずったほどの相手じゃ。無理もない。動けるのは何名だ。足が折れてますが、わしはアファロン。たった二人か。奴らの足跡を見失ったらおしまいじゃ。来い。失敗したな。何度戦っても天神など歯の立つ相手ではないわ。今度こそやったぞ。待て、罠かもしれん。しゅう、ただの野良犬か。しかし奴らめ、気配を全く立ってしまった。一体どこへ潜り込みやがったんだ。カムイはともかくとして、このままでが消えてしまうなんて信じられない。ただ言えることは、奴らが手を組んでいるということだ。とうとうくたばったらしいな、あのならず者。鬼松、成仏せえよ。よし、谷底へ放り込め。これからどうします。また初めからやり直しだ。必ず奴らを引っ捕らえてやる。お前たちは急いで怪我人の様子を見てこい。まずこっちの力を蓄えるところから出直しだ。さっさと行け。はっ。
カムイ、すまない。おかげで助かった。恩に着るぜ。このま、よく逃げたな。だがこれからだ。追ってくる敵より、己に打ち勝つことの方が難しいのだ。いいか、己自身に敗れるな。最後までくじけるな。見事抜けてみせるんだ。いつの間にカムイは天神になり変わっていたのか。それは洞窟でコノマが助けを求めてきた時、カムイはすぐに狂い馬を操って追っ手を岩壁に激突させた。その寸前に天神を倒してすり替わった。それはカムイ同様忍びの世界から抜け出そうと決心したコノマを助けるがため、そしてカムイ自身も追っ手の中に身を置いた方がより安全であると考えたためであった。うまくいった。だがそれは大きな抜かりであった。草むらに潜む怪しい影、これが次に来る恐るべき敵であったとはカムイは知る由もない。